ドローイングをしてみたいと思います。それで、使う色は、ファーバーカステル、この4色ですね、イエロー、シアン、マゼンダ、まあ、番号で言うと107番、110番、これは133番、それとインディゴですね。黒は使わないです。なぜ使わないかというと、まあ、濃くなっちゃうからですけどね。ということで、写真を見て書きます。下書きですけども、この通り書くのではなくて、まあ、トリミングしますね。適当な、位置でトリミングをして書きます。その時に、まあ、一番大事なのが中心どこに置くか、まあ、真ん中に中心を置くとね、ちょっとね、なので、ちょっとこう、ほんの少しこう下げたところに、中心というか水平線ですね。今、ここですね。を置いて、書いていきます。まあ、高い木。高木って言いますけどね。うん。まあ、こういう枝葉はね、今下書きでしっかり書いちゃうと後でもって目立っちゃいますから。で、大事なのは、今これ、どっから出てるかね。うん。それで、今これが水面。ここにしましょうかね。で、木があります。まあ、大雑把にこう、幹、葉っぱの樹形、幹、葉っぱの樹形、まあ、このぐらいで、いいかな。細かくね、あまり書きすぎちゃうとね、わかんなくなっちゃうんだけども、まあ、ただまあ、ちょっと、ここは大事だぞっていうところは自分でわかるように、何かこう、ちょっと、付け加えて書いたりとかね。していきます。で、湖に、この木が映ってます。で、これ、鏡のね、効果と同じなんですけども、よく皆さんね、これいい加減にしちゃいますけども、例えば、ちゃんと書くんであれば、今、木の高さが、ここだとしますよね。そしたら、こっから、映ってきますから、水に、映ってるのは、まあ、ちょうどこのぐらい。この長さと、この高さと、イコールになります。ほぼね。まあ、それは見てる線と、これが、地面に接してる面。ね。だから、こっから、水面から見えてる部分だけで考えてしまうと、わかんなくなっちゃいますけども、全体で考えて、鏡で映ってる。まあ、水溜りでもそうですけどね。で、距離を出していくと。で、ちょっと、でかすぎるかなと思ったら、まあ、少しこうね、ちっちゃくしたりとか、こう、していった方がいいかなと思います。大雑把な下書きです。まあ、これで言うと、まあ、ほんの、この部分をトリミングしたっていう感じですけどね。じゃあ、書いていきましょうかね。こう、シアンを先にやるんですよね。ただ、こういう、細い、今これ書きますけどね。これ、例えば、シアン書いて、マゼンタ書いて、混ぜていくと、結構木が太くなったりですとか、シャープさが吐けます。あと、ここにこう影がこう、出てくるんですけども、そういう時も、あまりこう、シアンとかね、こう、マゼンダ、工夫して頑張って、ガチガチに濃く描いていくと、シャープな感じがなくなっちゃいます。で、やっぱり濃いところを出すにあたっては、やはりこう、濃いものを使った方が、良いのです。それでよく皆さんね、黒を使う人いますけども、まあ CMYK ですよね。まあ僕の場合は黒ではなくて今回はこの、インディゴを使います。で、よくやるのがね、こうやって最初にこう、シアンだけを一回一通り塗ってから、それからマゼンダを入れて、イエローを入れて完成させていくっていうね、そういう王道のやり方もあるんですけども、まあ今回僕の場合は同時進行で、インディゴ、濃い色を最初からつけてアクセント出して書いていきます。まあ、この綺麗にね、混ぜるのってのはこうムラがなく綺麗に塗るとね、いいって言うんですけどね、まあ、こういう自然なんか書くときはまあ、それもいいかもしれないんですけども、三色で混ぜていくうちに、こう、思っても見ない偶然的なね、色が出てきたりとかね、
あ、下の赤がうまく消えなかったとか、ね、まあ、いろいろそういうね、そういうのも楽しみながら。となると、基本はこう、この白黒での持ってき方なんですよね。ということで、まずはインディゴと、このシアンで書き進めていきます。
モニターの明暗も今、これで調節したので、実際のコントラストに近くなっていると思います。それでは最後こう、まあ、最後じゃないんですけども、細かいところを調節していきたいと思います。